はいどうも、ジュリエットキロスリオスカータングホテルです。あれ最近話題になってます IC705 の、海外ディスターレピーターのねモニター機能、こちらねちょっとやってますけどね、今ねあのどこのねレピーターがね活発かっていうのをずっとねもう一日中ワッチしてるんですけど、あの見つけました。アメリカのね西海岸のサンノゼレピーターWW6BAY、 こちらですね、アメリカ西海岸サンノゼ、ここよくね聞こえますね。はい、あと他クリーブランドもね結構聞こえてましたね。まあまずはねサンノゼちょっとね一日ワッチされたらね何か更新が聞こえるかなと思って皆さんにご紹介する次第でございますということですね。サンノゼ西海岸ね、あの行ったことあるんですけどね、とってもいいところですね。気候やっぱカリフォルニア気候がいいですよね。すごいね、なんかあの楽しいとこなんで無線も活発なのかなと思いました。あとはまあ、ね、あのエンジニアの方もね多数住んでらっしゃるんで無線家の方も多いのかなとか思いましたね。あとね D スターといえばね、あの年末からね D スター QSO パーティー2022っていうのがね始まりますね。12月28日の朝9時スタートになります。1月4日の8時59分までやりますけどね、こちらの年末年始 D スターでの更新を楽しまれると、今日がね27日なんで明日の朝からになりますけれどもね、ぜひともこちらもね D スターあの対応機器をお持ちの方はね、涙されたらいいかなと思いますね。当局もね参加予定になってますよ。はい、で画像送信で30点もらえます。あとレピーターも OK、それからシンプレックスも OK になりますね。こちらもぜひお楽しみくださいということで、今日はねショートですけどね、これぐらいで終わっておきましょうね。はい、それでは皆さん楽しい無線ライフを。以上ジュリエットキロ3オスカータンゴホテルでした。73さよなら。